ごきげんようごきげんよう言わせたいのかな。ごきげんよう、あ、こんにちはてんてんてんってことは、ごきげんようが良かったですか。ごきげんよう似合ってる。似合ってたら頑張ります、キャラクターとしてねよいしょの方が似合うかな、私的に。そう、あまりごきげんようっていうキャラクターじゃなかったんですよね。姉はごきげんようタイプなんですよ。そう、うち姉妹なんですけど全然違う道を歩んでて、姉はごきげんようタイプだったのでごきげんよう系の学校に進んで、私はもう全然あのごきげんよう系じゃなかったので、もうそんな挨拶なんて縛られてたまるかみたいな着る服だってなんだって自由がいいんだみたいな感じで、そう、自由命っていう感じで学校選びをしてたので、そう、全然ね、ごきげんようタイプじゃないんですけども。